はいどうもこんばんは、エナジーですよいしょ。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、超ハイスキルムーブ炸裂、後世エイトロックスの超人技10選徹底解説。で、僕はブレイクダンス15年ほどやってまして、4度ほど優勝経験があって、いろんなところでワークショップやってるんですけども、めっちゃ悔しすぎる。いやでも今回はね、この悔しい気持ちはまた別の機会に話すとして、良かったところバンバン見ていこう。いやもう今回マジやばすぎた。いやもはや優勝かと思った。まあそんぐらいね、やばかったわけなんですけども、皆さんはまだまだ全然わかってない。何がだよっていう話だと思うんですけど、あれだけね、もう流れるように音に合わせて超ハイスキルなムーブを連発してると、なんかちょっと練習すればできんのかなみたいに思ってない？全くそんなことはございません。正直ね、1個技決めるだけでも1年から3年ぐらいかかったりするものもやってるわけですよ。なのでね、今回皆さんには後世エイトロックスがどんだけ難しいことをしているのかっていうのを理解してもらうために、徹底的に技について解説していきたいと思います。あそこまでのね、クオリティに仕上げるっていうのはもう経験上10年以上のダンス歴が必要になると思います。もうほんとね、死ぬ思いをして一つ一つの技を完成させて、なおかつ音に合わせて本番の一発でああやって決めるってことはもう相当すごいことなんですよ。なのでね、後世エイトロックスのことをまだあまり知らない方にもですね、ぜひその凄さを知ってもらおうと思いまして、徹底的にね、体の動きについて解説していきたいと思います。ちなみに僕はブレイクダンスの代表的な技ウィンドミルっていう技を、初心者をね300人以上見てきて、ものすごく大量の人を成功に導いてきました。そのため人の体の癖だったり動きだったり見ること自体を、まあ生活かのようにやってた人間なんで、今回はね15年のダンス歴と、そうやってね自分以外の人を見てきた歴を合わせて、皆さんにね徹底的にご紹介できると思います。これをね見ることによって、さらにね後世エイトロックスの見る目線が絶対上がるので、ぜひね最後まで見てください。今回は分かりやすいように時系列で見ていきますので、この動画見た後すぐにもう一回ショーケースを見ていただければと思います。それでは行きましょう。まず一発目はこちら。すぎって誰もが思ったはずなんですけども、まずね一つ言わせてほしい。この床、リノリウムってものにすごい近いみたいです。これはね、ある D リーガーからせしめた情報なんですけども、まあリノリウムっていうのは、まあ簡単に言うと、まあちょっとゴムみたいな感じで滑りづらい素材なんですよ。一見どちらも光ってて滑りそうに見えますが、左側の方がゴムっぽくて、まあ滑りにくいんです。だから B ボーイにとってはかなり悪条件でやってます。それにもかかわらずですよ、この倒立の状態でこうブワーって滑っていくわけですけども、肘だったらわかる、肘の面積だったらわかるけど、この2個の手の面積だけでスライドするってマジでやられてます。そしてね、聞いてください。これ一世くんを通り抜けるようにいってるんで、最初ね少しね十字倒立みたいな感じでね、少し開いた形で滑っていくんですね。手をね開けば開くほどですね、ものすごい倒立は難しくなります。肩幅になればなるほどもちろん簡単になってきます。最初ねそうやって開いた状態から滑ってって、少しずつこう自分のね肩幅に持っていくわけなんですけども、これだけ滑るためには頭の重心をかなり下げないといけないんですよ。そうしないとね前に行く力が死んじゃうんですね。だからすごいアンバランスな状態でスライドしてるんですよ。にもかかわらずこのまま止まるわけですよ。マジでありえない。どんな筋肉してんすかっていう話。後ろから前に来る速度をですね落とさなきゃいけないわけです。落としたら大体足ついちゃうんすよ。その勢いを止めるわけですから、前に行き過ぎちゃうか、まあ着地しちゃうかって感じですけど、これダイレクトに止まってますからね。腕の力的にこの上腕二頭筋っていう部分と、この肩のね前の部分の筋肉ですごい支えてる。このねダイレクトに止まってるにもかかわらず、この静かな音にぐーっとはまってって、少しね軸を回転させる天才。続いてはこちら。俺もちょっとやればいけそうだなとか思ってないよね。こんなの一世くんと同じスピードでせーのでやってみたら背骨全部折れます。このねムーブが広まったのは、そのシルバーバックっていうイベントで、その B ボーイ一世くんとポケットっていうね、あの韓国の B ボーイが戦った時に結構有名になった動きなんですけども、これはマジやばい。いわゆるこうロンダート、要するにバク宙する時とか宙返りする時ってロンダートってするじゃないですか。その動きしませんよみたいな感じでベトーンっていくわけなんですけど、これはもう走っていく勢いを止めるためにかなり手を前についてるわけですよ。かなり前に手をつくだけじゃダメで、手を
かなり突っ張ってるんですね。もうこの状態で通常の人間だったら肩折れます。そしてね、勢いを殺すために思いっきり反っていくわけですよ。どうやったらねこの発想に行くのかっていうのもあるんですけども、これだけもう行くよっていう勢いをがっつりキャンセルされると相当意表つかれるわけですよ。一瞬ね自分にもできるかなと思った人やってみてください。明日もう立てなくなってます。続いては太一くんのこちら。うわってなったよね。うわってこれね、片足で踏み切ってるんですよ。だからね、ゆうきくんとのタイミングがバッチリ合わないとこんな高さ出ないわけですよ。相当二人練習してます。しかもね、普段より高さがあるんで、要するにひねる速度とかを間違えると結構危険なんですよ。宙返りって基本的に上と下ってね、宙返り中はね本当に慣れてないと見えないんですよ。特にひねりが入ると、そうひねりが入った時っていうのは大体感覚です。しかしね、ゆっくり見るとね、太一くんねもう上でねもうひねり切ってて、もう着地を見てるんですよね。だからね、回転速度とかもうそういうのを完全にコントロールしきってる。そしてね、もう着地がもう完全に体操選手のこれやばすぎ。全くブレてないっしょ。えぐくない？いつもより全然高いんだよ。これでブレないのは超すごすぎ。続いても太一くんそのままこちら。これはすごいよ。あのエアチェアっていうね技からつなげていくんですけども、このエアチェアは通常こんな感じなんです。そうです、通常はまあ両手で支えてるところからエアチェアって言ってね、そういうのを決めるのがまあ普通なんですけども、これ見てください。ジャンプしながら片手でいってるわけですよ。まずね、自分の体重をこの1本の手で支えてるだけじゃなくて、ジャンプして普段よりも G がドンってかかるその勢いも全部片手で吸収してるんですよ。つまりね、これ体の形を完璧に決めた状態でジャンプしないと吸収しきれないわけですよ。そこにしっかりはめていく正確性がまず超すごい。まあもちろんね、普通にねこんなことね、初心者の B-boy が一発でやったら手首いくつあっても足りません。そしてね、ここから体を伸ばした後が超すごいの。足のね、この上のこの部分でキャッチしてるのよ。キャッチっていうのはまあ着地みたいなもんなんですけど、このね、甲の部分でキャッチして体グワーンって回すんですよ。これだからさっき言った通り、このエアーチェアっていうのが完璧に自分の理想の形で決まってないとここに繋ぐことができないわけですよ。つまりね、この動きって相当練習されてるってことなんですよ。ここまでコントロールされてるともうすごい次ね。続いてはこちら。いやいや、何でもできるじゃないですか。飛び込み前転から休む暇なく2人でコークスクリューっていうのをやるんですね。あのね、バク転とか、まあバク宙だったら、まあまあ運動神経いいとかだったら、まあありえるじゃん。ひねるってマジやべえよ、本当に。しかも僕が見てる限りなんですけども、一世くんもツーグーくんもね、ひねれるんですよ。だからもうね、温存ひねり。多分ね、4人でひねろうと思えば4人でひねれる。けどもね、あえてもう温存。続いてはこちら。いや、これは新しくてめっちゃすごい。最初はね、反る角度も一定に保ちながら、二人がね、交差する瞬間だけ若干ゆっくりになって過ぎていくと。この調節やばすぎ。そしてその次、連続で今度逆で見せるんですけど、これがマジやばい。ゆうきくんは少し高めに、太一くんは低めにって感じなんですけども、いや、そもそもその調節できる時点でやばいんですよ。倒立で自分の頭の先にね、足がある状態なんですよ。もう、そもそも倒れてもおかしくない体勢で動いてるわけですよ。そしてね、この状況ってお互いの足が全く見えてないんですよ。で、見てこれ、当たってないでしょ。見えてないのに当たってないって超ヤバくない？2人の角度とスピードが超完璧なのよ。もうこの時だけ2人とも見聞色の覇気ゴリンゴリン使ってるね。続いてはこちら。これはすごいよ。まあ、正面の角度だし、一瞬しか見えてないから分かりづらいかもしれないんですけども、ウィンドミルって言って背中で回るね、あの動きがあるんですけども、それの入りをニューヨークスタイルって言うんですけども、このニューヨークが普通のウィンドミルだったら手をついた時点が軸になるんです。つまり、その場で回るみたいな感じなんですよ。でも、ゆうきくんの場合ね、これ見てほしいんだけど、飛んでない？つまり、手をついた時点を軸にしてないで、その先を軸にしてるんですよ。これはスーパーむずいんですよ。なんでかというと、自分がね、一番最初入る時点から回るって勢いがつくじゃないですか。一回ねジャンプしちゃったら、この回転する勢いが死んじゃうんですね。死んでるにもかかわらず、ものすごい勢いでパワームーブの一番難しい技、そのエアーっていう技に一
発で行くわけですよ。しかもね、このウィンドミルっていうのとエアートラックスっていうのを混ぜるためにはですね、その中に後転上げっていうのが必要になるわけですよ。まあ、後転上げっていうのは後転倒立みたいなものです。このね、動きながらにもかかわらず遠心力がかかっている状態で背中で跳ね起きするみたいな感じ、それでなんとか倒立まで上げてエアートラックスっていう技に上げていくわけですよ。 B ボーイバトルで見せたら一撃で湧く動きです。すっげーさらっとやってるでしょ。マジで信じられない動きしてますからね。これおそらくもうエアーとか1ヶ月で1万回ぐらい飛んでると思います。さあ残すところ3つとなってまいりました。続いてはこちら、超天才。まあ、この動きはね、そのフラッシュエアーっていう動きなんですけども、フラッシュエアーっていうのはエルボエアーと言ってですね、さっきのエアートラックスを肘から倒立に上げていくんですね。その2つを混ぜてるわけですよ。まあ、エアートラックスができたとしてもこのフラッシュエアーをやるためにはおそらくその間1年ぐらいかかります。そんくらいむちゃくちゃ高難易度なんですよ。ちなみにラウンド4で B ガールのナオちゃんがねフラッシュエアー見せてたんですけども、完全に地獄です。でね、このフラッシュエアーでバンって高く上げた後のキャッチがやばいの。これもう見て、地面超しっかり見てんのよ。完全に自分のこの高さっていうの、ジャンプする高さとジャンプする場所を管理してないとこんなに余裕持ってインサイドで回れないの。やべえよこれ本当に。毎回思うんだけど、俺もエア練習してるんであれなんですけども、こんだけ管理されるとマジでやる気なくす。マジで天才。いや本当にね、このショーケースもう一回だけ目の前で見てみたい。続いてはこちら。さあエナジーね、推しのツーグーくんなんですけども、これはやばい、超かっこいいしマジですごい。まずねこれ外回りなんですよ。普通ね、さっきのさ太一くんとか言ってたのが内回りなんですね。つまりこうさっきの太一くんとかだと絞ってこうやって勢いをつけたじゃないですか、回転数を。ただツーグーくんの場合は外回りなんでさらに難易度が上がるわけですよ。まあ本人にとってはね、もう6歩みたいな感覚でやってると思うんですけども、外回りなんで飛んだらもう着地点がまず見えないんですよ。つまりちょっとバク転みたいな感覚で飛ぶ一番最初はめっちゃ怖いんですよ。でも飛んでしまえば着地点が早いみたいな、そんな感覚なんですね。これ回転数を上げるために腰にちょっとこう手を当ててるんですよ。しかもね、その後よ、あと着地をね、普通に着地するんじゃなくてストマックっていう技に入るために立つんじゃなくて床に伏せに行ってんのよ。マジやばくねこれ。これも完全に管理人、技の管理の仕方がやばすぎる。このストマックの勢いが全く死なないじゃん。技と技がそれぞれに見えてるわけじゃなくて、もう一連の動きに見えてるっていう時点で全く勢いが死んでないわけ。それだけ滑らかに入っているっていうことはものすごい繰り返しの練習が必要ってわけです。まあ、つまり何が言いたいかというと、まあ神ってことです。最後はこれです。最後の最後でこれっすか。やばすぎっていう話。まずこれショーケース的にすごい気が使われてて、最後ねこの中心で踊ってる人数って7人なんですよ。でゆうきくんだけこのためのために温存してるわけですよ。その構成自体がマジですごいと思う。まあノーペインノーゲインじゃないけども、その8人では見せられないけども最後に持ってくるために温存みたいな感じでねやってると思います。そしてねこのバク転ってむちゃくちゃ難しいバク転なんです。膝を最大限まで曲げて、しかも飛ぶ方向真下、くっそ怖いやつ。これ多分ゆうきくんは多分行こうと思えばこれ端から端まで行けるんですよ。ただあえて膝をがっつり曲げてその真ん中で追われるように調整してるんですよ。えげつない。そしてね、音に合ってるってことはスピードが全く落ちないわけよ。どんな肉体してるんだよマジで。そしてね、皆さんが絶対にね一瞬過ぎて見えてないのは一番最後の部分。最後ねバク転じゃなくてバク転をひねってんだよ。やばくねこれ。こんなに速い速度で来てて最後バク転じゃなくてバク転ひねってんので、最終的にその勢いを完全に殺すチェアフリーズ、地獄のムーブだね。はい、いかがでしたでしょうか。コーセー8ロックスがどれだけすごいことをしてるかっていうのがね少し伝わったんじゃないかなというふうに思います。あれだけ音楽に合わせながらあのハイスキルを見せるってことはもうとんでもない繰り返しの練習と死ぬ思いをするほどの鍛錬を積んでおります。ああやってねさらっとショーケースになってるかもしれないんですけども、毎日ストリートでね自分の技を改善したりとか、もう全然練習場所もないからクソ寒いのに外でめちゃめちゃみんなで頑張ってたりとか、そういう背景がありながら頑張ってるわけですよ。まあ、つまりね、もっと評価してちょうだいって
っていう話。まあ、次の機会にはですね、その構成エイトロックスの今回のショーケースについてっていうことで、まあ、そういった話をしたいと思います。今回は技にね、フォーカスを当ててみたんですけども、次はね、ショーケース全体について話していきたいなっていうふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画がよければ、グッドボタン悪くても、グッドボタン、チャンネル登録やコメント、ご要望などお待ちしております。構成エイトロックスのね、Twitter だったりとか、インスタだったりとか、TikTok とかね、まあ、YouTube はフレーバージャパンやってますので、ぜひね、そこのチャンネル登録、フォローなどもお願いいたします。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。